皆さんこんにちは。 ANA チーム羽田オーケストラと申します。本日は10月19日海外旅行の日を記念しまして、こちら場所お分かりになるでしょうか。羽田空港国際線出発ロビーから、第2ターミナルにできた新しい国際線の出発ロビーからライブ配信で演奏をお届けしてまいります。10月19日がなんで海外旅行の日なのか、これは私が考えたわけじゃないんですけれども、遠くに行く、遠くに行く10月19、こういうふうにして、制定されたと。まだ海外旅行がその一般的でなかった時代に、旅行業界がみんなに海外旅行に行ってほしいと願って作った記念日です。季節して、コロナの影響によって、なかなか海外旅行が難しくなったこの状況に、やはり今日海外旅行特別の日かなというふうに思いまして演奏をお届けしてまいります。引き続き何曲かお届け演奏してまいりますのでお楽しみください。続いての曲、空も飛べるはず。ありがとうございます。空も飛べるはずお聞きいただきました。本当であれば海外旅行にも行けたはずとかけたわけではありません。はい、
リアルイベントではないので、もう失笑なのかバカ受けなのか全く分かりませんが、ここで皆様に一つお願いがございます。私たち初めてライブ配信挑戦しておりますが、コメントにたくさんのメッセージいただいております。ありがとうございます。名前は書かないようにお願いいたします。音楽ばかりやっているんですか？そうではありません。仕事もしておりますが、今日は音楽をやっております。続いての曲、皆さんに少しでも元気が届けばいいなと思っております。東京スカパラダイスオーケストラからパラダイススノーボーダー。パラダイスハズノーボーダー、ハズノーボーダー、国境はない、飛行機、本来であれば、国境を越えて日本から世界中に飛び出すことができます。本当に一日も早くそういう日が戻ってくるといいなと願っております。コメントありがとうございます。各、パートにもありがたくもお褒めの言葉もいただいております。本当にありがとうございます。いつもは優雅な空時間の ANA のイメージですが、今日はより身近に感じることができました。ありがとうございます。もう本当にありがたいお言葉です。今、この春からいろいろなことが変わって、さまざまな業界、さまざまな人々が頑張って懸命に前を向いて生きていると、そういう現実を少しでも応援できればと、続いての曲、負けないでお聴きいただきたいと思います。
ありがとうございます、辛いこともありますが、コロナに、負けないで、我々頑張ってまいります。コメントたくさんありがとうございます。娘の将来の夢が弊社の CA、 ANA の CA、最近部活でフルートを始めました数年後この場に立つというまた新たな夢ができそうです。本当に嬉しいコメントです。画面の前では拍手喝采です。ありがとうございます。ありがとうございます。もう2000人以上の方にご覧いただいております。大変緊張しました今もう少し、音楽をお届けしたいと思います。我々 ANA チーム羽田オーケストラ、羽田空港で、演奏させていただくことも多いのですが、いつも演奏している、元気の出るこの曲です。どうぞお楽しみください。まずはグランドスタッフのピアノから、そしてドラムはキャプテン、次は誰かな、はい、ベースキャプテン、はい、トランペットトロンボーンよ、はい、トロンボーンはサラリーマン、トランペットキャビンアテンダント、そしてグランドスタッフ、そして本日フルートはグランドスタッフとアルトサックステラサックスキャビンアテンダント、最後はサラリーマン。
ありがとうございます、情熱大陸をお届けいたしました。 Hello everyone. I just noticed that so many people from the world is watching our live streaming now. Thank you so much for watching this video. Not video, live streaming. If we could, we really visit your each country and play the music for you, but currently it's a little bit difficult to visit you now. But in some moment, maybe we will get the chance to see you each other in the real time. So we look forward to seeing you on your each country. Again, thank you for watching our live streaming today.皆さん、あ、キャプテン席、私じゃないの違うよって言われました。あ、素晴らしいチームワーク、ありがとうございます。アレンジが素晴らしい、嬉しいですね。あ、サラリーマン最高、ありがとうございます。イエイ。サラリーマン今日2人いますからね、はい、自前のスーツで頑張ってます。あ、そうそう、今日あのカメラワークしてるのもみんなサラリーマンです。あの今日業者1人もいません。あの ANA の社員で、N グループの社員で今全部作り上げております。本当に本日ありがとうございます。いや本当にあのあっという間なんですけれども、続いての曲が最後です。機内で流れておりますアナザースカイをお届けしてお別れしたいと思います。 The next tune is gonna be the last song for today's live streaming. The song name is Another Sky. You can hear this, you can listen this song in the our ANA flight. Another Sky. もう一つの空とも訳せます。今いろんなニュースでお騒がせしておりますが、あの我々 ANA グループ一同、あの本当に今できることを考えることが苦しい時期もありましたが、クラウドファンディングも立ち上げて皆様からたくさんのご支援をいただいて、今日こうやって皆様に音楽をお届けできていること、本来であれば飛行機をもっとたくさんお届けしたいとそう願ってやみませんが、今は少しだけ我慢の時です。またいつか必ずこのアナザースカイを機内で皆さんに聞いていただけるように頑張ってまいりますので、どうぞこれからも ANA グループをよろしくお願いいたします。本日は本当にご視聴ありがとうございました。
ANA Inspiration of Japan